マルサンホビー動画チャンネル1月日、えーえー、と入荷品のご案内です、えー、長らく品切れてましたタミヤの電動ラジコンカー組み立てキット、あと完成品も入荷しました。えー、順にご紹介して,していきます。まず、あのえー、電動カーで一番あの種類が多い TT0D ですね、タミヤの主力のタイプです。ボディが欲しくてキットも買うくらいの人気があるあの GT 選手権のタイプ。で ランエボですね久々にでこちらの TT02D ドリフトっていうので、あのー、装備が、あのー、いいものがついてますでこれをグリップのタイヤにつければそのままグリップにできるお得なキットですねでやっぱり最新型のフォード g t m a 2かなり低いボディで空力にも、あのー、有利なボディですで久々に入ってきましたあのウニモグですねこれは CR01 ってクローラーの山を登るタイプのタイプで実写感あるタイプで、えー、人気があったんですけどやっと入ってきましたでこちらは驚異の6輪駆動のコングヘッド 6あ6輪駆動ですす途半力はたあのとてもなくありますでこちらは、まあ、今あ、XV02 というシャーシーがありますけれども、えー、とこちらのほうはベルトの4輪駆動の XV01 で、えー、スピードに関してはあの、舗装路なんかはこちらの方が速いで、えー、まだまだ人気はすごくあるタイプですね。であと、ミニ系であで M06、えー、が2種類ですね。これはホールベースが210、えー、とやっぱり短いタイプで、えー、とこちらのほうになってますけど、というかこれはボディが欲しくて買うっていう人もかなり多いです。 でこちらのほうはあのボディが色を塗ってあります、このオレンジに。これは透明になりますね。で、あとこちらがハイテックの完成品のタイプの、えー、あの元気よく,よく走る完成品の、えー、送信機もついたセットになります。えー、なかなかあの、えー、と人気が高い、あのー、レディーセットになりますので、おすすめのシリーズですねで。あとこちらも久々に入ってきました、四輪駆動の MF01X、えー、シャーシュで、四輪駆動の,、えー、あのオンロード、オフロード、どちらもできるタイプですね。 で、こちらは CC02 CC はあのクローラーのシャーシであで実車感があってそれでもあの山を登る力とかすごい強いタイプですで。こちらの方は可愛らしいコミカルアバンテなんですけれどもこの形で小さめにできてますけどかなりよく走ります。割とあと、のー、走らせた人はあの、えー、と人気があるタイプのやつので、えー、となかなか侮れない力を持ってて豊富なオプションパーツもあります。でこれがタミヤのベルトの四輪駆動のドルガイのタイプですね。これれは非常に優れたシシャーシで、あのー えー、タミヤの中では上位クラスになります。で、あと、こちらがディーフゼルさんのアバンテマーク2ダークインパクト。これはシャフトの四輪駆動で、あのー、えー、tt02b バギーよりも一クラス上のタイプになってます。非常に凝った作りになってますね。で、あとこちらが久々にこちらも入ってきました。あのマイティーフロックのフレームを使ったモンスタービートルですね。ビートルだから欲しいという方も多いです。で、あとはあの永遠の定番シリーズでえっ、ー、とランチボックス、えー、ブラックエディションの方が入ってきました。珍しいタイプですね。 あと、こちらもミッドナイトパンプキン、定番中の定番ですけど、これはメタリックスペシャルの方になります。メッキになってますんで、塗装する手間がないですね。で今、巷にやっぱりかなり人気あるのがグラスホッパーですね。380モーター付きで、えー、とこちらの,あのファンの人はすごく多いです。でこちらがライキリ、えー、とのボディっていうタイプが付いてまして、TT02 の中で、タミヤのレースボディの中で、これが一番空力がいいタイプの,あの特徴がある1台です。でこちらも、えー、CC02 のシャーシあで、あの えーとこのタイプであの、この屋根のこのタイプの、えー、と物入りがついてるタイプであの、非常にデザインがよくできてますね。で、あと、こちらの方は、えー、ボディがこのグレーボディで塗装してあります。で、あと、こちらもあのペインティングボディで赤く塗ってありますけど、M05 シャー種、えー、ミニサイズで FF の車になります。 小さくてキビキビを走ってあのさっきの MA06 とリアクドですけどこちら FF であのすごく個性があってあのホールベースを3つ変えることもできますんであのでかなり小型のタイプでキビキを走るのが好きな人は一応今日の入ってきたのはあの、えー、ざっくりこういうような感じなんですけれどもなかなかタミヤのキットは個数もあの入ってこないもんですから、えー、気になるようなキットがある方はあのぜひお早めにお求めいただきますよう店舗、えー、でお待ちしております。 えー、もし分からないところがあったらあのお尋ねいただければご説明してますしあのこれに付随する、えー、関連商品の送信機とか、えー、とバッテリー充電器なんかも全部揃えてありますのでぜひあのご来店をお待ちしておりますえまたあの合わせて動画チャンネルはどんどんあの更新していきますので、えー、楽しみに見ていただいている方もい,あのいらっしゃいますので頑張ってやっていきますのでよろしくお願いしますまたチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたしますありがとうございました